じゃあやります、あっち。こっちできそうだったから。右手がすごい持ちにくいんですよ、最後の大きいやつが。あの大きいなんか火山みたいなやつ、あれがすごい持ちにくくて、でなおかつ足も結構こうピンピンなんで、あんまりこう勢いつけられないんですよ。つけにくいけどゴールが遠いから思いっきり出なきゃいけなくて、そうするとこっちが持ちづらい分、あのワンチャンのタイミングとか何かずれるとこっちがこう滑るんですよ。あ、みたいな。自分は思いっきり行かなきゃいけないので、そういうリスクもうちあるから、そこのなんかせめぎ合いがすごい怖いですね。そうそうそう、なんならちょっとこう下目に溜まってて、はいはいはい、って入れた方がいいけど、ちょっとこう余った感じで出ちゃう、うん、これのコンプレッション効かなくなっちゃうから。なんかやっぱポイントはそこのゴール前なんですよね。開いた状態から自分の 真ん前に来て、軌道が真横だったのが次、その次の一手って上に行くんですよ。この流れだとグッて来てそのまま左に行ったら行きやすいんですけど、その体の軌道がガンって来てるのを変えて上の軌道に変えなきゃいけないん でしかも強度が高いんで、そこをはめていく
完全にいいポジションにはめるのがすごく難しくて、で上に行き過ぎてもダメなんですよね、あそこ。まあ、なんでかそのホールドがすごい悪い、難しいんで持ちにくいんで、上に行き過ぎると逆に持ってないんですよ。そのちょうどいいこのポジションに入るのがすごく重要なんですけど、まあ、それを勝さんに軌道がこうだよっていうのを改めて登る前に言ってもらって、それを自分の中でもイメージして最後跳ねるっていう。